諏訪湖カントリークラブは長野県諏訪市滋賀にあるゴルフ場である。1959年12月、長野県諏訪のロータリークラブと旅館組合が中心となり、諏訪湖ゴルフセンター株式会社が設立された。その中心人物が寺島聖七であり、地元では人望を集めた医師であった。諏訪湖温泉街の一角の片倉館隣にゴルフ練習場が作られた。 練習場には本格的なゴルフを教えるために川崎国際ゴルフクラブ会場設計井上誠一と平林平次が来訪していた練習場は利用客が増え経営は順調だったそのうち本物のゴルフ場を作ろうという機運が高まっていった1961年頃新たなゴルフ場の建設へと 候補地探しが始まり、竹が、岡谷市三平などが候補に上がり調査を行った。その結果、標高1400メートルの霧ヶ峰高原に落ち着いたが、その土地は上区は原牧の組合の所有の30万坪で、買収交渉は難航した。ところが、薪の組合員の数名が、寺島医師の執刀で手術を受けていたことが、分かり一気に交渉は好転した。 1962年4月、コース設計は、日本技術開発株式会社のマノ定期地に依頼し、クラブ名称、諏訪国際カントリークラブの造成工事が着工された。マノは、ゴルフ場の施設という論文名で、ゴルフ場設計家による、博士号第1号である。造成工事は、旅館組合の応援もあり順調に進み、同年10月、9ホールが完成し、 仮解除をされた。翌1963年8月8日、解除をされた。その後、川崎国際ゴルフクラブで設計を担当した井上誠一の下で働いていた富澤誠作りにより、7番、8番、15番、16番、17番ホールの大改造が行われた。改造後の富澤は自ら設計し、自らクを握ったといった。 諏訪湖、カントリークラブは、特権階級や大資本には、縁がない。それでいて人気がある。当クラブは借地であり、資産ゼロである。ただあるのは、従業員のみであると理事長、寺島誠七は言った。郵便番号392-0008長野県、諏訪市シュガーザ霧千七7718-1。ありがとうございます。